w e ヒルによる絵はがきに描かれたヤンカーバギーの広告妻と義母は、タギ図形に分類される隠し絵の一つ。一枚の絵で若い女性と年老いた女性の二通りに捉えることができる。一枚の紙に描かれた一人の人物が画面奥に顔を向けている若い女性、あるいは横顔を見せている老いた女性の二通りに認知することができる。若い女性しか見えない場合は、耳を目に、 顎を鼻に、ネックレスを口にする。老婆しか見えない場合は逆に、目を耳に、鼻を顎に、口をネックレスとして見ることで、両方が見えるようになる。若い世代では、若い女性を最初に認知する人が多く、年配の世代では老婆を最初に認知する割合が高い。19世紀からある古い絵であり、2016年現在、1888年の、 ドイツのハガキに描かれたものが確認されている最古のものである。作者は不詳年代的に見て、そのハガキをもとに、1890年にアンカーバギー、カンパニーの広告で利用されたとされる。その後、イギリスの漫画家 W.E. ヒルによって改作され、アメリカの雑誌プックの中で、My wife and my mother in, ロー、ゼイアレボスインディスピクチャー。 ファインドゼムとして掲載され1915年に出版。さらにエドウィン・ボーリングの研究に利用され、1930年にも公表されている。1989年にアメリカで出版され、ベストセラーになった7つの習慣では、パラダイムの概念を簡潔に説明するために引用されている。日本では、娘と老婆、若い女性と老婆、嫁と、 義母婦人と老婆などと訳される。類似した構造を持つ隠し絵に、夫と義父ウサギと、アヒル、インディアンとエスキモーなどがある。ルビンの壺も同様のものと扱われることがあるが、ルビンの壺は、図と地が反転するという構造を持つ点が異なる。ありがとうございます。